今日はみんなの足さばきが劇的に上達する十挙動の素振りのやり方とコツをお話しします。百秋武道具店の動画、こんにちは、百秋武道具店のうがです。やってますか？お、今日はみんなの足さばきが劇的に上達する十挙動の素振りのやり方とコツをお話しします。いつも稽古で先生怒るでしょ。左足が右足を超えるなとか、左足の引き付けを早くしろとか、継ぎ足すな、すり足じゃすり足とか、なんでできんのじゃとか、足さばきって初心者の頃にやった程度で今更先生に聞きにくいよね。今日この動画を見るだけで足さばきのコツと実際の練習法としてすっごい効果的な十挙動の素振りのやり方が分かるようになります。動画の前半では十挙動の素振りのやり方、後半で上達するポイント、差がつくポイントを話していきます。今日もできるだけ分かりやすく説明しますので、ぜひ聞いてください。じゃあ早速やり方を説明していきます。十挙動の素振りは10のリズム、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 のリズムに合わせて前後左右斜めに足を動かしていく素振りです。ちょっとカメラ上に用意するね。じゃあ早速十挙動の足の動かし方やりたいんだけど、10のリズムで動きます。 1,2,3,4 は簡単です。前後左右 1,2,3,4、 これはできるね。次 5,6 は右斜め前に行きます。5を、そして戻ってきます。6。そしてね、次なんですよ、問題は。7、8に関しては、左斜め前に行くんだけど、いつものように、右足じゃなくて、今度ね、ここだけ、左足から動くんです。7、8。もう一回いくよ。7。で、右足が左足を超えるのね。そして8で元の位置戻ります。そして最後、このままだと8なんで、9、10は前後を足します。9、10。いいですか？ちょっと一回やってみますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。これが十挙動の足の動かし方です。まあそう言うとね、7の時にね、疑問が残っちゃうんですよ。なんで左斜め行く時だけ左足から行くんだろう。これはいつもの剣道指導要領っていう本にしっかり書かれてます。この通り、まあ図の通り行くと左斜め前に行く時には左、右っていう風に行くんだけど、その理由が知りたいね。この理由は、今は一歩ずつ動いてんだけど、二歩動いてみると分かるんです。左、右、左、右、いけるでしょ？左、右、左、右、いけますよね。でも、右、左だと、右、左、右、左っていう風に、二歩歩くとね、足がクロスしちゃって動けなくなっちゃうんですよ。だから、左斜め前行くときは、左、右、左、右。ね、ここだけ注意してください。どうかな、できたかな。いきなり手もつけるのは難しいかもしれない。その場合は足さばきだけでも大丈夫です。できるようになったら足元見ないで正面を見ながら素振りやってみてください。この十挙動の素振りも僕の素振りライブで毎日やってます。興味がある人はぜひ一緒に参加してください。素振りライブではこの十挙動の素振りを足幅を広くしたり小さくしたり速くしたり遅くしたり一緒にやってます。じゃあここからが動画の後半、差がつく8つのポイントになります。この8つのポイントを意識して足さばきの練習をするだけで結果が全然変わってきます。ポイントの1番目は、十挙動の素振りをやってる間目線を変えないってことです。何でもいいです。カーテンのシワ、なんか置物、猿のぬいぐるみ、何でもいいです。一回目線を決めたら、そこから絶対素振りをやってる間動かさないっていうことです。なぜなら集中力っていうのはね、みんなのね、目に出るんですよ。目に出る。だから集中してないっていう人は目がね、あっち行ったりこっち行ったりします。だからこの十挙動の素振りやってる間は必ず目線を変えない、これが1番目です。2つ目のポイントは、
常に基本の足の形を守るってことです。基本の足の形っていうのは、右足と左足の間、足幅は握り拳1個分。そして右足のかかとに左足のつま先が来る形。これが基本の形です。いつ守るの？常にです。常にっていうのは、前行った時も後ろ行った時も斜め行った時も左行った時も絶対にこの形で終わるってことです。これが2つ目。この基本の足の形を常に守るっていうのが意外とね難しいんですよ。これね意識してないとできないです。じゃあどうなっちゃうかっていうと、例えば前行った時に足がねこうやって並んじゃうの。これもったいない。前行ったとしてもこの形出した分だけ、右足を出した分だけ左足も出します。同じ距離を進むようにします。3番目のポイントは体の前後の体重バランスです。これは両足均等に体重を乗せます。イメージで言うと縄跳びして着地した時の足が均等に体重が乗ってるんだよね。具体的に言うと前足に体重が乗ってしまうと、ほら前かがみになってしまうでしょ。後ろ足に体重が乗ってしまうと、ほら体が倒れちゃう。これできるだけねまっすぐな状態で前後左右どこにも行けるように10挙動の足をやります。3番目のポイントは、後ろに下がるときに左足のかかとを床につけないってことです。左足のかかとが床についたらもったいないです。せっかく頑張ってる分が全部なくなっちゃいます。左足のかかとをつけるってことは休むってことなんだよね。10挙動の素振りやってる間は左足のかかとをつけないようにしてやりましょう。5番目のポイントっていうのは、今度は右足の話です。右足の動かし方っていうのは、右足のつま先部分を上に上げない、上げずに移動します。右足のつま先は下げて床とくっついた状態で滑らせます。これは相手から見た時によくわかります。相手から見た時に足の裏を見せないで動かします。 OK ですか？6番目のポイントは、行きたい方向の反対の足を使うってことです。前に行きたかったら右足じゃなくて左足を使います。左足の親指の付け根を使って床を押してやります。そうやって体を動かします。後ろ行きたかったら左足を出すんじゃなくて右足の親指の付け根で体ごと押してやります。反対の足を使います。これを前後左右、例えば右行きたかったら左足使います、左行きたかったら右足使います。で全部反対でしょ。反対の足を使って前後左右斜めどこにでも行けるっていうのが、この10挙動の素振りの目的なんです。7番目のポイントは、まずは大きい動きを心がけることです。足幅もそう、大きく大きく、手の振りもそう、大きく大きく振ってると全身の力が使えて手と足の動きが一致するんです。これ小さくやってると分かんない、大きくやると合いやすいんです。8番目のポイントは、必ず振り下ろしで止まるってことです。毎回止まります。ここで止まる。そうするとどうなるか、一本一本の振りを丁寧に振ることができるんです。いつも先生言われてるでしょ、丁寧に振れ、もっと丁寧に振れ。これは最後の振り下ろしで止まってるかどうかっていうことなんです。逆に丁寧じゃない素振りっていうのは 1,2,3,4,5 ってこう続いてるんです。続いてるじゃなくて、一回一回止まる。もしこれをできるようになったら先生にねめちゃくちゃ褒められると思います。いかがでした？以上が10挙動の素振りのやり方とコツになります。この8つのポイントを守りながら集中して10挙動の足の動きを練習すると確実に上手くなります。10挙動の素振りをねもっと練習したいって人は、僕の素振りライブにご参加ください。朝は6時半から夜は7時から毎日やってます。ただ一つね、このメインの動画のチャンネルじゃなくてサブチャンネルでやってるので注意してください。サブチャンネルのリンクも説明欄に貼っておきます。僕の動画ではこのように小さい階段を少しずつステップアップしていけるような動画を配信しています。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできるよ。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。